こんにちは、日向洋一です。それでは今回もまた経営者のための離婚の危機脱出100の知恵からお話をしていきたいと思います。はい、今回は11番目ですね。可能性のある限り関係修復に手を尽くすことを決心する。これですね、そうですね、これ前にも、そうです、他のところないと思うんですけど、11番目ですね。全リソースを投入、まあリソースっていうのはこれ資源ですね。を投入すると、夫婦関係の修復、一度壊れてしまった信頼関係の修復っていうのは並大抵のことでできないんですね。で、カウンセリングの、夫婦関係修復のカウンセリング の、 大きな、流れというか、になりますけど、でカウンセリングもやっぱり最初の時点っていうのは長時間必要なんですね。どういうことかっていうと、ER ってありますよね。いわゆる救急治療室、死にかかってるわけですよね、夫婦関係が。でそれをなんとか蘇生するためにはもうお医者さん何人も看護師さん何人も死にかかってる人の手術に関わって、もうとにかく命をつなごうとするわけですね。でこれ夫婦関係も同じなんです。離婚したいって言われてるっていうことはもう夫婦関係が死にかかってるっていうことなんですよね。でそのためには全リソースを投入しなければいけないんです。で別の言い方をすると、そうしないと後で後悔しますよということですね。で救急治療室と同じで生き返るかどうかというか、命が保たれるかどうか分かんないわけですけど、やってみないと分かんないですね。でだけどこれもできたんじゃないか、あれもできたんじゃないかって後で後悔するよりはもうできること全部やるということになるわけです。ですからカウンセリングに申し込んでもいただきたいですし、いろんな相談とか本とか時間とかもうあらゆることを投入して、命を取り留めるっていうことなんですね。ですので、経営者の場合は事業がありますので、これを、ある程度、任せるっていう感じですね。で資源っていうのはお金と時間とその集中力ということになります。ですのでここなんて言うんでしょうね、ER とかそうですけども、金に糸目つけられないし、時間とか集中力に糸目をつけられないわけですよ。でもし回復できたらもう十分に回収できる、見合う、なんて言うんでしょうね、投資になるわけですね。そして回収できなかった、回収できないというか、万が一離婚に至ったとしても、ここでできる限り関係を修復しておくことは自分自身にとっても、そしてこれから何かしらのさまざまな財産分与とかいろんなことで奥さんとやり取りが出てきますので、そういうことのがスムーズにいくようになるわけですね。そして何よりも、ベストを尽くしたと、やれるだけのことはやったという自分自身の納得感というものになります。ですからこれから生きていく上でいい形でこの夫婦関係を終わらせることができるようになるということですね。ですので、ここにはこういうふうに書いてありますけど、可能性のある限り関係修復に手を尽くすことを決心する。
まあ、このことをぜひしていただきたいと思いますね。まあ、前理早々を投入するということです。はい、この動画をご覧になっている方でまだ私の、メールマガジンに登録されていない方がいらっしゃいましたら、YouTube の説明文のところにリンクがあります。また、私のウェブサイトでは、E メールアドレスを打ち込むフォーマットがありますので、そこから申し込んでみてください。毎日夫婦関係の、修復に、役立つ、動画をメールでお届けします。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。